アンネームドメモリーは、小宮久慈作の日本のライトノベル。イラストは、チビが担当している。もともとは2008年に、個人サイト、ノー、シーンフラワーに掲載されていた小説で、2012年より、小説家になろうでも連載が開始された。2019年から2021年までかとかは、電撃の新聞ゲレーベルから書籍化された。 またコミカライズ版が2020年9月より月刊コミック電撃大王で連載されているほか2020年10月にはオーディブルにて小沢ありと角田雄二郎の朗読による第一巻のオーディオブックの配信も開始された2019年11月にはこのライトノベルがすごい2020で単行本ノベルス部門1位を獲得2020年には 第5回ラのベズキ書店院大賞でも単行本部門大賞を受賞している。長い時を生き、絶大な力で厄災を呼ぶとされる5人の魔女が大陸の影に君臨していた時代。峡国アルサスの大大使であるオスカーは幼い頃沈黙の魔女にかけられた子孫を残せない呪いの開示を願い、試練を達成すれば願いを叶えてくれるという、 青木月の魔女ティナー社の塔を訪れる。塔の試練を乗り越え、怪獣を願うオスカーだが、この呪いの正体は祝福であり、術者によって定義が異なるため完全な怪獣は難しいと告げられる。胎児に強力な守護をかけるため、普通の母体では守護に耐えきれず、害されてしまうという術に対して取れる、別の手段は、呪いに対抗できる魔力と、 魔力体制を持った女性を探すというものだった。それを聞いたオスカーはティナー社を妻にすることを願う。呪いには耐えられるが断固拒否の姿勢を示すティナー社にオスカーは代案として一年間自分の傍らで暮らすことを提示する。それを試練達成者の願いとして承諾したティナー社はオスカーと契約関係を結ぶ。この出会いが二人の運命と大陸の歴史を変える。 物語の始まりとなる。オスカー王子、本作の主人公その1。ティナー社の契約者。後に即位し、ファルサス国王に。絶対魔法抵抗の剣アカシアの主人。ティナーシャ魔女、その2。数百年の時を生き、青き月の魔女と呼ばれる。ラザル従者、オスカーの幼馴染み。いつも、ひどい目に遭ってる気がする。アルス将軍、ファルサス国の若き将軍。 酒好き。メレディナ部官。アルスの幼馴染突っ込み。ツッコミと貧乏くじ。カーブ魔法師。ファルサス所属。魔法薬が専門。割と真面目。ドアン魔法師。ファルサス所属。あちこちの遠征に連れ回されてる。意外と適当。シルビア魔法師。ファルサス所属。怖いものが嫌い。おっとりした女性。ティナーシャドア仲良し。ルクレツヤ魔女。 ティナー社とは、旧地の間柄。数少ないティナー社より、年上の人間。閉ざされた森の魔女ケビン王、オスカーの父親。普段はのんびり暮らしてます。鈴と兵士、ファルサス所属。素直で正直だがあんまり報われていない。組む魔法師長、ファルサス所属。ハゲ、ラナク魔法師、ティナー社の古い知り合いらしい。レナート魔法師、 タワイーリ出身の魔法師、パミラ魔法師、精霊術師、トラビス魔族、最上位魔族。人間界では、ガンドナの公爵、オーレリアイノーシ者、トラビスの非保護者の少女。ガンドナの王族レオノーラ魔女、ティナーシャとは窮地。呼ばれぬ魔女がジェン将軍、ファルサス所属。普段は、ミネガード砦に配備。サバス王子、ファルサスの東国、ヤルダの王子、ネフェリーノニー。 ネフェリ王女、ファルサスの闘黙、ヤルガの王女、ありがとうございます。